4分間に全てをかけます。おっちゃんましまっす。今回は福岡市東区箱崎にやってまいりました。玄関のセキュリティは U 字ロックとダブルロックでございます。カメラにライトがついております。ブレーカーを上げてもつきませんでした。ライトがご了承ください。玄関にはシューズボックスがございます。段数しっかりありますね。今回は2021年に完成した3階建て軽量鉄骨造のアパートでございます。お手洗いですね。温水洗浄便座が設置されております。上部には見える収納と隠せる収納がございます。パナソニックホームズさんの建てた物件になります。今回は 1LDK でございます。広いの。キッチンですね。シンクと調理スペースが手のひら1、2、3、3枚分、3口のガスコンロシステムキッチンでございます。ガスの種別はプロパンです。上部には換気扇と下部収納がございます。なんかキッチンが若干高めのような気がしますね。いつもより少しだけ腰高な感じがします。キッチン後方部分も広くスペースが確保されておりまして、こりゃ広いね。めっちゃゆったりスペースがございます。リビングは 12.1 畳となっております。広いな。めちゃくちゃ広いな。本当に 12.1 なのかな。リビングとキッチン後方部分も含めて 12.1 でございます。今回はインターネット使用料無料でございまして、ワンちゃんも2匹まで飼育 OK となっております。猫様はごめんなさいということでございました。設備といたしまして、エアーコンディショナーが1機設置されております。先に水回りからいきましょうか。あ、給湯のリモコンとテレビモニターホンがございます。パウダールームですね。パウダールームもまた広いんですよね。室内洗濯機置き場と上部には収納、独立洗面台も非常に大きいですね。大きな洗面台でございまして、換気乾燥涼風予備暖房のリモコンがございます。広くね？広すぎじゃない？バスタブがでかい。でかかった。追い焚き機能も完備でございます。高級感のあるパネルが採用されておりまして、浴室乾燥機がついておりますので棒です。めちゃめちゃ広いね。バスルーム入りてー。地下鉄箱崎線箱崎9台前まで徒歩4分という駅もすぐ近くの物件でございます。めっちゃいいっすね。洋室 4.2 畳でございます。リビングの隣には 4.2 畳、雨が降っても物が干せます。冬の時期もですね、室内に干すっていうのもいいかもしれないですね。よいしょ。クローゼットがまたこれ大きいんですね。天井までしっかり高さがございまして、大きなクローゼット、この扉の奥までありますからね。めちゃめちゃでかいんですよ、クローゼット。いいっすね。ネット無料、犬様2匹まで OK という珍しい物件、築1年ですね。バルコニーですね。バルコニーの向きは南向きでございます。日当たりもバッチリとなっております。お風呂はでかいし、すごいいいっすね。さあ、今回の物件の気になるお家賃は7万1000円、管理費3500円、駐車場は満車でございます。駅まで4分。この物件が気になった方はマハローハウスまでお待ちしております。